ドラゴンクエスト9星空の守り人実況エルデダルと申します。初見さんはいらっしゃい、ゆっくりしてってください。いつも動画を見てくださってる皆さん、お世話になってます。ではね、急にフラグが立ったんで急に撮影を始めましたが雪原にたどり着きましてね、まあそこのなんか学院とやらに来たみたいですね。これはね、綺麗な作りだな。行方不明の生徒を探してほしいっていう困っている人たち。なんか探偵と間違われてるらしい。どうやら。エルシオンブレザー。よし、じゃあちょっと装備を変更しないといけないんだろうね。魔法の鎧じゃなくてブレザーに変えてと。なんかそれっぽくなったな。じゃあ行きましょうか。ガザール旅行機サンマロー、グレアナ城、知ってる名前がウォルロ、うん、下巻ベクセリア、知ってる名前エルシオン学院、うん、ベクセリア、エルシオンってまだ行ってないよね。あ、エルシオンここだ。この学院には来たと。なるほどね。クレイブってとこに行ってないのか。これは先生なのか。なるほどね。で、学園長で生徒か。こっち行ってみる。なんか教室っぽくないか。すげえな。おっとと。金のロザリオ。ここはなんか体育館みたいなとこなのかな。神隠しか。魔物が一枚噛んでそうな気がしますね、やっぱりね。うん。魔物、撃破フラグだな、これは。もうドラクエだからそうだよね、基本ね。でもね。お、これは。魔力の土か。古い怪談話、屋上の天使像のおでこ。なるほど。これは上に行けばいいのかな。じゃあちょっと行ってみるか。探索しつつ。お、光る木の実があるらしいね。ジェリーマン。すげえ本の量だな。入学案内書。特に何もないね。ここ入れそうですね。レッドタイツ。なんだ？守備力が1上がるのか。炎と雷を少しだけ。少しだけか。まあまあまあ。ただのブルージーンズよりはいいでしょう。これ開けられないのか。よし。このフロア探索終了。モザイオたち、ああ。不良ね。やっぱいるんだね。この時代にも。この時代？この世界にも。あ、でも、モ
モザイオの仲間二人がいなくなっちゃったんだね。じゃあモザイオの話は聞かないとダメだね。モザイオはどれだ？文武両道。喋り方がやっぱり現代風だな。ドラクエにこの学校らしい学校って今までなかったよね、多分ね。これは美術室だな。やっぱり現代っぽくなってるんだな、すべてが。これは美術室ですね。内容はとても言えない。果たしてどんな授業を行ってたんでしょうね。気になりますね。一回だけでもいいから見てみたいよね。これだよね、ゾウって。森健ね。天使界でこの天使さんとは多分会ってないよね。モザイオってやつに会いたいのにいないんだけどな。どこに行っちゃったんでしょうね。またここ行ってないな。ここ教会だったんだ。まさか校内に教会があるとは。そういう学校あるよね。俺詳しくないけど、教会がついている学校。さて、モザイオを探しましょうかね。これが初代エルシオン、初代学院長エルシオン教。ロードエルシオンだね。英語風に言うと。学生寮か、ここは。モザイオいるかな？いるっぽいね。これだね、多分ね。明らかにフラグが立った。いや。ここ、俺たちの部屋だったんだ。あの幽霊らしきやつが、いや幽霊か。あの幽霊が、品定めしてるんじゃないかなと思うんだけど、どうでしょうか。次はこいつだみたいなね。親玉は別にいそうな気するな。なに、これ自分のベッドで寝れるやつなの。おう、これで MP 復活だ。ほとんどなくなってたからね。助かります、助かりますね。ここは食堂っぽいね。すっげえ綺麗だな、学生寮。いいね、素敵だね。授業の時間かな。やばいぞ、遅刻したなんちゃらとかなるぞこれ多分。待て待て、俺もいるぞ。ああ、そこら辺ちゃんと把握してくれてるのね、よかったです。
よかったよかった。いやー、会いに来たぜ、いやー。これでいいのかな。授業終わんの早え。はい、一分も経ってねえぞ。はい、じゃあみんな席座って、キンコンカンコンみたいな感じだね。はい、じゃあ今日の授業終わり。的なやつですね。深夜0時ね。ということは、夜になるまで休まないといけないんだね。なぜか武器屋と防具屋だけはあるんだな。で、INN はないんだよね。だから、でも、あのベッド入っても、休むっていうコマンドなかったよね。あ、今あった。コマンドあったぞ。今多分、普通に止まっちゃったけど、休むでいいんだ。よいしょ。よし。お、すげえ静か。これで外に出てと。すごいね、学生で女の子も一緒に住んでるのか。やばいな、無音は怖い、無音は。ドラクエ7を思い出すな。あれは何の、リートルードだったっけな、リートルードの街を思い出すな。無音は怖え怖え言いながら実況してたね、確かね。急に BGM なくなるのはダメだろうって。へへへ。森ケンヌ。メガトンパンチ。いる。あ、エルシオン教だ、多分。まあ、さらわれるってそういうことなんだ。おう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 。おうおうおう、どうしたどうした。明らかにエルシオン教に取り憑かれてたね。多分墓の方に走ったな、これは。もうちょっと行こうか。ほ。なんか BGM 流してくれ。怖いぞ。無音は良くないぞ。多分こっちだね。多分ここだね。うん。思った通り。おお、出た。ドラクエあるある。墓の下に階段。あるある。魔物出るのかな？出るな、これは。しょっぱな毒沼だもん。出るな、これは。上の宝箱どうやって取るんだろう、あれ。おお、なんか、トーテムキラーから、降ってきたぞ。本棚調べられないですね、これ。あ、多分調べられるやつは多分びっくりマーク出るよね。おお、釜持ちが出てきた。おお、冷静冷静。触れちゃった。トーテム、いっぱい出てきた。逃げれるんだったら逃げちゃうか、ここは。
これ上の宝箱どうやって取るんだろう。まさか本棚の上が道になってるとは。こうか。じゃあこれが取れるな。魔法の聖水。これは戦わざるを得ないですね。さあ行きましょう。多いな、デスプリスト。全員ガンガン行こうぜ。トラジャがイオラ覚えたんだよ。イオラ強い。ドルクマやばいな、ここら辺の敵普通に強えな。普通に強えな。魔風じゃまずい。あ、オッケーオッケーオッケー。マジで強っ。全員命令させようで多分倒した方がいいな。次オーラ使われたくないんで。アサシンドール強くないか。こいつやべえな。アサシンドール要注意ですね。あ、3取られた。つら。イオラプラス2回攻撃か。ここの経験値すごいね。1000くるんだね。メタルスライム1匹分か。こっちで合ってるかな。これは戦わないとダメですね。デスプリストは大丈夫。無駄に MP は使わない方が良さそうな気がする。多分ボス戦が待ってるかな。あーでもさすがにエルシオン卿とは戦わないか。さすがに戦わないかな。なんか気づいてないとか多いね。助かるね。もうちょっと探索して終わりましょうかね。これ下降りれるね。宝箱取り損なったな。これどうやって取んだろう。あ、普通に取れるのね。まあいいか、裏で取りましょう。2ゴールド。ここは調べ、あ、そっか、さっきの本棚にしても古かったから調べられなかったのかな。よいしょ。宝箱。おお、なんか、ヘルビーストかな？おお。おお。やばいやばい、強いやつに触れられちまった。じゃあ、今回はここで終わりますか。ある程度、探索はこちらで進めてしまいます。はい。それではご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。毎日19時に動画更新。3年以上経過した作品のみ扱う新作タイトル縛り実況者として活動しています。チャンネル登録してない方、動画下のチャンネル登録をクリックタップよろしくお願いします。2015年は飛躍の年になりそうです。活躍に期待してください。